リュドミラ・ミハイロブナ・パブリチェンコは、ソビエト連邦の軍人、狙撃手。第二次世界大戦において、ソビエト赤軍が数多く登用した女性狙撃手の中でも、確認戦果309名射殺という傑出した成績を残した史上最高の女性スナイパーである。1943年にソ連邦英雄受賞、最終階級は少佐。1916年、帝政ロシアのウクライナ、キエフ近郊のビーラツェールクバで生まれる。14歳の時に家族でキエフ市内に転居すると、パブリチェンコはキエフ市スポーツ少年団の射撃部に入部、後の才能の方がは、その当時からすでに見られていたという。国立高校を卒業したパブリチェンコは、旋盤工としてキエフ兵器廠で働き始めたが、後に大学進学を志して、大学検定試験に合格、国立キエフ大学文学部史学科へ進学した。射撃競技にも、勉学の傍らで励んでおり、その成績は、射撃部の男性を含めても抜群のものだったとされる。1941年、バルバロッサ作戦によって、ドイツ・ルーマニア・ハンガリー・イタリアによるソ連領への侵攻が開始されると、まだ大学に在籍中だった24歳のパブリチェンコは、キエフ市内の赤軍事務所へと赴き入隊を志願する。希望する配属先は、もちろんのこと狙撃手であった。比較的安全な従軍看護婦としての選択肢もあったが、パブリチェンコ自身がそれを拒絶したことを後に語っている。身体検査と狙撃手適性試験に合格したパブリチェンコは、特別女子志願兵として、第25狙撃兵師団第54狙撃連隊に2等兵として配属された。入営後の射撃教育課程においても、非常に優秀な成績を上げたパブリチェンコは、正式に狙撃手として選抜され、支給されたポリエチレン4型スコープを装着した模心ナガン狙撃銃を手に1941年8月、オデッサ市防衛の任務に就いた。戦況はソ連にとって著しく不利な形で進行しつつあり、ウクライナ地方でも赤軍はドイツ軍の猛攻を受けて撤退に次ぐ撤退を重ねていた。そんな中で初陣を迎えたパブリチェンコを含む第54狙撃連隊は、ベルアユフカ近郊において、ドイツ軍の侵攻を食い止めるべく防御戦を命じられる。最初の戦闘においてパブリチェンコは2名の独軍兵士を射殺し、早くも友軍の兵士たちから一目置かれたという。しかし、スターリンによる大粛清で指揮系統を担うべき高級士官の多くを失っていた赤軍は、独軍が繰り出す戦車師団による電撃戦に対抗することができず、奮戦虚しく、第25狙撃師団もやがて後退を余儀なくされる。この撤退戦において、パブリチェンコら狙撃手には、オデッサ軍港へと後退する本隊を援護すべく、最前線に残置され、進行する独軍の前進を、その狙撃によって遅延させよとの命令が下った。狙撃手らは、進路沿いで周到な迷彩偽装を行って待ち伏せ、近づいてきたドイツ軍の指揮官、通信兵、狙撃手らを最優先に狙撃し、任務を遂行していった。無論反撃によって多くの狙撃手が命を失うこととなったが、それと引き換えに彼らの任務は遂行され、これによって独軍の進行は大幅な遅れを強いられることとなった。この後退戦でパブリチェンコは、枯れ草模様の偽装を装備して、狙撃陣地に潜み、敵を一旦やり過ごしてからその後背や側面をついて、700から800メートルの長距離から狙撃を行うという戦術を用いて、多大な戦果を上げたという。これに続く、オデッサ市での防御戦においても、パブリチェンコは、対抗狙撃の優れた才能を披露し活躍した。第54狙撃連隊が包囲されたオデッサから、黒海艦隊の援護によって脱出した際、パブリチェンコの確認戦果は後退戦開始から防御戦終了までのわずか約2ヶ月半という戦闘期間で、独軍の狙撃手10名以上を含む射殺187名にまで上っていたとされる。これらの功績と赤軍の指揮官不足も手伝って、パブリチェンコは短期間のうちに上等兵から少尉まで昇進した。なお、パヴリチェンコは、この時期に狙撃銃を、モシンナガンからトカレフ SVT-40 に変更したと思われる。これは、パヴリチェンコが得意とした交代戦闘や防御戦闘、あるいは近中距離での市街戦という限定状況下での狙撃には遠距離射撃の精度に優れるが、総弾数5発で、ボルトアクション式の前者よりも遠距離射撃には不向きでも、総弾数が10発と多くセミオートマティック式の後者の方が扱いやすいと判断したからである。SVT-40 の狙撃銃としての一般の評価は低いが、比較的軽量な狙撃銃であることも手伝って、赤軍の女性スナイパーたちの多くはこの銃を愛用した。オデッサから脱出したパヴリチェンコと第54狙撃連隊は、そのまま黒海艦隊の艦船で激戦の続くクリミア半島セバストポリに派遣された。ここでも包囲されたソ連軍と押し寄せる独軍という構図は変わらず、パヴリチェンコの対抗狙撃はさらにその際を増すこととなった。数ヶ月後の1942年5月の時点で中尉に昇進していたパヴリチェンコの確認戦果は257名にまで増加しており、これによって赤軍南部委員会から個人感情を送られている。黒海艦隊の来援により一旦は、独軍のセバストポリ包囲網を打ち破ったソ連軍だったが、その後ケルチ半島での敗北から逆襲に転じられ、マンシュタイン指揮下の独軍に再度包囲されてしまう。1942年6月、セバストポリ要塞は、独軍のカール自走級砲やクスタフ列車砲まで、継ぎ込んだ1300門以上もの大砲による徹底的な砲撃にさらされ、その地下陣地のほとんどを破壊された。パヴリチェンコもこの砲撃によって迫撃砲弾の破片を受け負傷、北コーカサスの赤軍病院に移送されることとなり、クリミア戦線を離脱する。砲撃開始から約1ヶ月後、セバストポリはついに陥落した。約1ヶ月の療養を経て退院したパヴリチェンコは、北コーカサスにも侵攻してきた独軍を迎え撃つべく、再度前線に復帰して狙撃を続けた。しかし、すでにその功績によって、ソ連のほぼ全土からその名を知られるまでになっていた英雄を失うことを恐れた軍指導部は、パヴリチェンコを新設した女子狙撃教育隊の教官に任命し、前線を離れることを命じる。これによりパヴリチェンコの第二次世界大戦における戦闘はその幕を引いた。最終的な確認戦果は、独軍兵士309名、そのうち36名は狙撃手だったとされる。1976年に発行された切手に印刷されたパヴリチェンコ前線を離れたパヴリチェンコは少佐に昇進し、当時は同盟国となっていたアメリカへ外交宣伝の一環として派遣される。パヴリチェンコはソビエト連邦の人間としては史上初となるホワイトハウスでのフランクリン・ルーズベルト合衆国大統領との面会を果たし、歓迎を受けた。この際、記念にコルト社製の小型自動拳銃を贈呈されている。面会後は、エレノア・ルーズベルト大統領夫人の招待で、彼女と共に合衆国各地を巡るツアーに参加、ワシントン DC での国際学生会議やニューヨークでの産業組合会議等でスピーチを行い、さらにはアメリカ海兵隊の訓練基地を訪れ、狙撃手養成のために講義を行っている。その後カナダにも立ち寄ったパヴリチェンコは、ここでも記念に装飾されたウィンチェスターライフルを贈呈されており、これらの銃は現在でもモスクワの中央軍事博物館に展示されている。帰国後の1943年、パヴリチェンコはソ連邦英雄を受賞した。その肖像を切手の図柄にも使用されるほど、文字通りの英雄として扱われていたパヴリチェンコは、再び女子狙撃教育隊の教官として、後進の指導に当たったが、赤軍はその名声を利用して、多くの女性を新たな狙撃手候補生として獲得したという。その中には、ニーナ・ラブカブスカヤのように優れた女性狙撃手も含まれていたが、彼女たちの多くは、戦場でその命を落とすこととなった。第二次大戦において赤軍は、約2000人の女性スナイパーを戦場に送り込んだが、パヴリチェンコのように終戦まで生き残れたのはそのうちの500名に満たないとされる。1945年の終戦後、除隊したパヴリチェンコは、キエフ大学に復学し再び歯学科の学生となった。卒業後は、海軍司令部の戦士課に就職、1953年まで研究助手として、戦士の編纂に携わった。その後は、退役軍人委員会等でも活動していたが、1974年10月、58歳で病死。遺体は、モスクワのノボジビシエ墓地に埋葬されている。その死後の1976年には再び切手の図柄に選ばれた。また、出身地であるウクライナのとある海運業者は、自らの持つ、輸送船にパヴリチェンコの名をつけて敬意を表した。リュドミラ・パヴリチェンコ、最強の女性狙撃手、レーニン勲章を授与された、リュドミラの回想2018年12月現処亡。ありがとうございます。